HD17156B はカシオペア座の方角に約255光年の位置にある黄色巨星 HD17156 の周囲を光転する太陽系外惑星である。2007年4月に発見された比較的温度の低いホットジュピターに分類される3週間で光転する軌道は非常に離心率が大きく近点は 約0.0523天文単位、円天は約0.2665天文単位である。離心率は白鳥座16番星 b b とほぼ同じで、いわゆるエキセントリック、ジュピターと呼ばれる。発見当時、HD17156B はトランジットが見られる太陽系外惑星の中で最も長い軌道周期を持っていたが、二千十五年に発見された。 ケプラー421ビットに大幅に記録を更新された。この惑星は2007年4月に w m ケック天文台及び国立天文台ハワイ観測所スバル望遠鏡の観測によって視線速度法で発見された。通過の可能性が議論されるようになってから様々なグループが追試験を行った結果2007年10月2日に3時間の 通過が確認され、2日後に論文が発表された。視線速度の慎重な測定によって、ロシター効果の検出が可能となった。この効果によって、惑星の光天面と恒星の赤道面の間の角度が計算できるようになる。惑星の時点から、光天角は2007年に成田により始めてプラス6225と計算されたが、 その後、国乱によってプラス9.4プラスマイナス9.3と再計算された。HD149,026 ビートの対比により、角度の小ささは、惑星の形成が平和に進行したことを示唆している。この角度が大きいと、他の原惑星と激しく相互作用してきたことを示唆する。恒星からかなり離れており、軌道離心率も大きいので、地球に対して、 セックアリーエクリプスは観測されていない。恒星の真の温度、惑星の表面温度は正確には求められない。2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの境外惑星系を命名する、機械を提供する i a u 1 0 0ムエクセワールズプロジェクトにおいて、HD17156 星系は、アメリカ合衆国に割り当てられる、境外惑星系とされ、 2019年12月17日、HD17156B は、アラスカ州を流れる河川にちなんで、マルシャなど命名された。ウィキメディアコモンズには、HD17156B に関するカテゴリがあります。ありがとうございます。